朝6時、あと20分後に1番列車が入ってまいります。ということで、志別線がここから分岐していました。昭和8年に西別まで開通、中標別まで昭和9年に開通、そして標茶の方からは昭和11年にケネ別、そして、昭和9年10月には根室標別に行っているということですね。ちょっと読みますと、当時会員線として建設されたので至る所にすり鉢型の勾配線区が多いということでした。旅行者の間からはゆりかご列車と言われていたと。吹雪にはすごく弱かったと。志別線が分岐していたあっとこ駅ですが、もう構内は一面草ぼうぼう、防線駅一本しか線路は使ってません。構内通路の跡です。構内の釧路方には、電車台の跡もあるんですが、夏はやっぱり草が茂って近寄れません、ね、こちらの方向に電車台の跡があります。青春18切符のポスターで使われました。なんともパステルカラーのベンチがいい雰囲気を出しますね。もともと標別線が使われていたと思われる3番線、構内ことごとく草ぼうぼうです。この中標別線が標別線の跡ということになります。土日祝は1日2往復、平日で5往復。奥行き薄行き跡、植物に覆い隠されて見えません。かつ花に虫がいっぱい来ています。昭和8年に開業しています。平成元年に廃止されるまで56年間運行したということです。
貨物引込船は昭和49年に廃止になり、撤去されていたものを平成3年に復元したと。共同風呂は春別駅で使用されていたものを移設したというふうに書いてあります。この小屋は柱はレール、壁は枕木ということですね。朝の5時半ですが、どなたもいらっしゃいません。当たり前か。駅舎の一番左端は多分トイレだと思いますが、あんまり入る勇気はないですね。虫さんがいそうです。駅舎内部も昼間だったら公開されているようですが、今は開いてません。いかにもという待合室、出札口も見えますかね。そしてここに運賃表もあったりしますが、ちょっと光って見えないと思います。やっぱり少しずつ朽ちていくでしょうから、維持するのは大変だろうなと思います。しかしいい雰囲気ですね。タブレット閉塞機器の音が聞こえそうです。ホームも多分土止めが木製なので、少しずつやっぱり崩れていくんだろうと思います。コンクリート製の土止めもちょっとやっぱり歪んでますね。交換駅として機能していたようです。地表もまだ頑張って立ってますね。移動式の停止地表もありますね。雷太鼓のせんべいの段ボール、そしてもちろん必需品のストーブ、石炭ストーブかな。駅務室も残されてますね。見えるかな、出札口。構内通路階段も残ってますね。
田明夫、別海駅から今中標津方面を向いていますけれども、アットコ方面、一部遊歩道になっています。鉄橋の桁自体は、九州別線のものを使っています。見えませんけれども、下の桁自体は旧標津線のものです。ちょうどこの歩道のあたりが線路跡になるわけですけれども、ここが別海の交流ステーションに駅跡はなっていて、ここがバス乗り場ということになります。下の2つの時刻表が標津線の、代替バスになる系統ですね。中標津線、この夜行バスも発着してるんですね。駅の跡は大きな交流館になってるんですけれども、この中のレストランが、名前がですね、駅をイメージさせる停車場というレストランです。まだ朝7時ですのでやっておられません。一部配線跡が未舗装の道になってますんで、入ってみます。今、中標津方面に向かっています。あっとこから中標津方面、
までですね、左は私有地になってますんで、この先も行けそうですがやめておきます。まだ、配線跡は続きます。そのまま配線跡を利用した遊歩道があります。ガーダー橋も見えます。ここを歩いてみようと思っていたんですが、まあ、この辺りは中春別なんですけれども、残念ながら車にコンコン当たる音が分かると思うんですが、虫さんたちが私を敵だと思ってますので、邪魔者は消えろと言っております。そのため撤退をいたします。車をゴンゴン当たって襲ってきています。残念ですがここ歩こうと思ってたんですけど、遊歩道になってます。大変いい感じなんですけどね、路盤も綺麗に残ってます。中春別跡駅跡付近です。ちょうど今、私がいるところが中春別の駅跡の敷地の最後の、南端ぐらいですね、これが今、アットコ方面の配線跡ということになります。一応遊歩道として整備はされているようですが、アブを含めた虫さんたちがたくさん入ってはいけないと言っておりますので撤退いたします。この車に当たるコンコンという音は虫さんの音です。出て行けと言われております。悲しいです。そうですね、車にへばりついて私が出ていくまで見てるやつがいます。相当怒られてしまったようです。よそ者ですいません。綺麗ですね、タンチョウ。おはようございます。虫でも探してるのかな。さようなら。キツネが道路を渡りました。前にも誰もいない、後ろにも誰もいない、冒頭の朝です。根室市別を出て奥行き薄切りをアットコ方面へ向かっております。方面に向かっています。今日は霞んでいて見えないですが、この先には北方領土があるということですね。朝から漁に出られています。お疲れ様です。